ちは。宮田です。ゆいです。よろしくお願いします。お願いします。ひーちゃんはゆいを見て最初どんな印象を持ちましたか？ちっちゃくて可愛い子だなって思った。ちっちゃくないけど、でも、あれ、絵を描くのが上手いし、あと頭がいいからすごいなって思った。頭いい。いやもう撮影の合間とかすごい頑張って勉強してるなと思います。だって勉強はね、頑張ってるよ。えらいえらい。じゃあひなと、ひーちゃんはどういうこと？印象？うん、印象は一番最初に会った時はゆいが小2のくらいだよね。結構前で。そうだね。あのクリスマスツリーでさ。ひなたが小学校1年生の時だ。じゃあ幼稚園の時だ。幼稚園？そんな前だっけ？そんな前だよ。その時はまああんま覚えてないけど、だけど桜のレッスンの一番最初に会った時とかはなんだろう、その時はなんかお姉さんみたいな、まあ今もだけど、でもなんかね、今とはまた違ったお姉さんで、完璧お姉さんで、で今はなんかちょっと面白くておちょこちょいなお姉さんみたいな感じ。よかったお姉さんで。よし、まあこんな感じでこれからも2人で仲良くやっていくのでよろしくお願いします。バイバイ。以上、ひなとゆいでした。バイバイ。どうもよっす。よっす。モアが思うマリッペは漢字で例えるとモア的には空かなって思ってて、もうやっぱいろんな顔を持ってるっていうか、雲みたいにほんわかしてる部分もあるんだけど、青、空の青ではっきりしたことを伝えてくれるし、やっぱりさっき言ったように副会長として役目を果たしてくれるし、あとは虹がかかるじゃないですか、空には。モアは虹が大好きなんですけど、モア的には、自分は虹みたいな存在でいたいなって思ってて、うん、赤と紅緑星卵子で一つ一つの顔があるといいなって思ってるんですけど、そんなモアを包み込んでくれる空のバリッペが大好きです。嬉しいっすね。モア君はモア君のいろんなモア君がいるんですけど、じゃあまず一人目のモア君はなんかこれは小ヤジの意味なんですけど、だから小ヤジがいつもなんかポーズ取って寝てるような感じなんですけど、好きなものは軟骨の唐揚げくんが好きなんですけど、でもまあそれは皆さん知ってると思うんですけど、まあそんな小ヤジくんのマー君のまあ一緒にいるからメンバーだから分かることは、やっぱり今マー君の副会長って言ってくれたんですけど、今中1のみんなと中2のみんなで中2のみんなでやっぱりなんか次の桜学院作っていきたいっていう時に、やっぱりなんか一番頼りになるっていうか、なんかみんなのこと考えてくれてて、学園祭の時もみんながお揃いのストラップをくれたり、ここ優しいモア君ですね。こういう話苦手なの。そうですね。久しぶりに二人でこのことを言えました。知りたい。正座してるっすね。お疲れ様。以上っす。バイバイ。どっちからやろう。どっちからがいい？どっちからでもいい。じゃじゃんけんしよう。うん。最初はグー、じゃんけんポン。あ、待って。どっちからやろう。じゃあすぐしようですね、うん、はいはい、マリリちゃんとスーは、スーが小3からだから、小3、小4、小5、小6、中1、中2、中3、え違う、さっき8年だって数えてて、え7年になっちゃった。うん、小3の7年の付き合いなんですよ、約2人ね。うん、だいぶ、だからマリリちゃんが年長さん、年長さんの頃からの付き合いで、
なんか久しぶりにそのアクターズでの発表会のリハを見た時になんかめっちゃスタイル良くてめっちゃ歌うまい子がなんか真ん中でドーンって歌ってると思ってわすごいかっこいいなと思ってた。そしたらなんかマリリちゃんって初め結構変わった子だなってずっと思ってて、そしたらその変わった子のマリリちゃんがすごい超歌うまくてがっつり踊っててびっくりして、なんか久しぶりに会った時のその印象がそれで、だから桜学院入るってなってなんかあ絶対マリリちゃんだなって思ってた。そのね、だからモデルさんとかしてねすごいなって思うんですけど、ただ性格は変です。なんかなんでもう似てるな。似てないわ。似てるよ。違う、なんかスーとマリリちゃんの性格が似てるらしくて、よくなんか広島人ってそうだねみたいな一括りをされるんですけど、私たちはちょっと変わった広島人なんだよね。そういうことにしてもらいます。そんな変わったマリリちゃんでした。ごめんなさい、こんな長くなっちゃった。じゃあ、さとかちゃんはマリリ、まあ、あの付き合いが7年あって、で1年生の時からなんかさとかちゃんの歌とかダンス見てなんかめっちゃ上手だし可愛いし、なんかすっごい憧れてて、でそんなさとかちゃんと桜学院に入った時、一緒に行こうって、まあ、歌ったりダンスができて、なんかまあすごい久しぶりだったんですよ、できたのが。だからすっごく嬉しいなって思って、で、すずかちゃんなんか初めの頃はなんか、まあ、今すっごいな、まあ、面白いし一緒にいてすっごい楽しいんだけど、初めの頃なんかもうちょっとおとなしい子なのかなって思ったんですけどなんか桜に入ってすっごいなんか面白いし一緒にいて楽しいから、なんかあの、なんだろうね、なんだろうね、なんだろう、一緒に行って楽しいし面白いから、なんかうん楽しいです。はい、以上広島コンビでした。バイバイ。